まあ夏なんてただのモロ刃の剣だとしか思えないんですよね。勉強嫌いだからこそ塾ができるんですよ。で自分の人生を変えるために100時間やれって言ってるわけなんで、最高ですけど16時間なんとか。夏なんですけど、はい、何に当てるのが一番いいと思います。このいわゆる苦手科目とか、はい、なんか遅れてるのをとかっていうのもいろいろあると思うんですけど、はい、まあ、夏は時間があるんで基本的には、はい、そのまあ、高校通ってる方は、まあ、その高校に拘束される時間がなくなりますし、そうですね、はい、まあ、予備校通ってる方はあの予備校に拘束される時間がなくなるので、要はすごい自分にこうフレキシブルに使えるようになるんですけども、まあ、それが逆に落とし穴になってる人もいるわけですね。本当そうです、はい、そうです。だからその天王山とか言ってっけどね、まあ、全然、まあ、夏なんてただの諸刃の剣だとしか思えないんですよね。おー、なるほど、はい、もうだから要はうまく使えば勝つし、うまく使えないとただ差を開けられるっていう、うん、まあ、そうですね、うん、だから下手くそに過ごすともうただ水開けられてマイナスな時間になるだけで、はいはい、だから夏っていうのは本当にリスキーな時期なので、うん、まあ、よく考えてやらないといけないですし、まあ、そういう不安だったらメディケイト来てねっていう意味のわからない勧誘うまくつなげられない使ってくださいよ。でも医学部だったら大丈夫です。これちょっと幅広い。あ、まあ、まあそうだから諸刃の剣なんで、まあ、その気をつけなきゃいけないよっていうところですよね。だから夏があるから大丈夫って考えてる人ほど、まあ、そんなね安直にはいかないですよね。なるほど、うん、だからそう気をつけなきゃいけないよね。でまずはもうその100時間をやれと。もう100時間どころじゃ足りないでしょ。そう、足りない。足りない、足りない。足りない。足りないっすよ。なんか100はもう超えないとね。だから、まあ1日、まあ、僕は最高ですけど、16時間。なんとか。もう、その時はね、まあ、精神的につらかったっすね、16時間。マジでやばいっす、本当に。もう本当、息つく暇がない。だから、本当に精神的にはすり減りましたけど、まあ要は自分で16時間今日やるんだって決めて朝起きた瞬間から動き出すっていうことに意味があるというか、まあ達成できなくてもいいけれども目標にするっていうのが大事なところなのかなとは思いますよね。どれぐらい どういうふうにやってたんですか。何をやってたんですか16時間。いやもう全部あの計画立てて、あ、なるほど、はい、もうあのこれに何時間これ何時間って決めて、あ、でまあその余剰時間を作っておいて、要は終わらなかったところを、そうですね、これ重要なんですよね、はい、そう余剰のやつないと計画通りにバッチリいくわけないですからね。あ、そうです、そうです。てか試験時間と一緒ですから結局、あ、例えば80分でセンター試験解こう、ね、英語解こうって思ったやつはただのバカじゃないですか、ね、70分で解くもんでしょ。なるほど、なるほど。だから10分絶対余らせておかないと話にならないわけで、だからそれで考えるとだからまあ8分の1だからまあ、ね、12.5% 余らせてるわけですよね、うんうん、だから16時間勉強するんだったらその 12.5% 余らせておかなきゃいけないわけです。お、なるほど、なるほど。だからその時間っていうのは要は予定を入れないわけですよね。なるほど、はあ、だからまあ、12.5 だかなんだか知らないですけども、まあ、その結局2時間ちょいとかですか、分かんないですけど、まあ、その時間に関しては要は勉強時間には含めるけれども、うん、絶対にどこかで計画っていうのは崩れるし押したりとかね、はいはい、まあそのね早く終わったりとかするんで、調整 その要はフレキシブルな時間として残しておくんですよ、うんうん、だから要は14時間で要は計画を組んで2時間余剰時間を作っておくって、まあ、当たり前ですよね。こんなの、ね、言ってなきゃ分かんないのって感じですけ ど、まあ、本当に ね、 そのねなんか試験ぴったりで解くやつがいるんですよね本当に計画表をこうやって立ててぴったりでやる人いるんでね。いやお前すげえな逆にみたいなねできるわけがないっていう、コンピューターかよってなりますけどね。でそういう人たちって崩れちゃうともうダメなんですよね。あ、もうダメです、ね、合わない、どうやっぱダメだったまあいいかみたいな。そうで、なんか今日が良かったら明日も良くなって1週間ダメになって1ヶ月ダメになるんですよ。だから1日っていう話になるんですよ。そうね、はい、一時がバチ、そう一時がバンジですからね、はい、なるほど。いやこれ良かったんじゃないですか、多分ためになってこれ夏、この夏頑張れる人が増えたんじゃないですかね、うん、ちゃんとやれよとりあえずうだうだ言ってねえで、ね、やっとけ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 ってことですね、うん、やって損はない絶対にね。そうそうそう、ぜひぜひぜひやっていただけたらいいんじゃないかと思います、うん、じゃあ中学受験の時はどう。あ、いやもう中中はもう親との戦いですよ。へえ、はい、小学校普通の小学校公立です、はい、公立行って、はい、で中学受験の時はでもうだからあ、じゃあ塾とか行ったんですか。あ、そう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 、あの日能研とかね、はいはい、日能研系列の龍馬って津田沼にある塾行ってたんですけど、はいはい、まあもう戦いですよね毎日はもうどうこう親の目をかいくぐって、はい、そのゲームボーイカラーをやるかみたいな
まあ、どうやるかですよね。もうスパロボとかめっちゃやってて、だからその勉強してるふりしてこう下でやってたんですげえやっぱ目悪くなっちゃってスーパーロボット対戦あとはなんかエアガンの打ち合いとかしてこれもまた警察に捕まりそうになったりとかやんちゃですね。あそうそう、まあ、やっぱやりますよね。ご教科やったんですか。三国リーシャなんで、はいはい、四教科ですね。四教科、はい。五教科英語あるわけね。そうね。今後出るんじゃないけど。あ、でもそうですね。こうなってきそうですね。そうですよね。でも好きでしたか勉強自体は。いやー全然嫌いでしたよ。あ嫌いですか、ね。今でも嫌いですからね勉強。勉強嫌いだからこそ塾ができるんですよ。おおいい。いやてか勉強好きなやつは、まあ、塾の先生やるべきじゃない。おすごい。だって好きならね別に好きなら勝手にやりゃいいじゃないですかだから好きじゃない人がどう効率的に学習するかっていうのを教えるのがやっぱ塾の醍醐味であって、うん、勉強好きな人は要は勉強嫌いな人の気持ち分かんないですから。なるほどなるほど。そうだからどうスキップしたらいいかとか、うん、要はまあ僕もねその週100時間とか言ってますけども、うん、それは勉強好きだから100時間やってんじゃなくて、うん、自分の人生を変えるために100時間やれって言ってるわけであって、うん、好きでやってんじゃないですか。こんな嫌いに決まってんじゃないですか勉強なんかなるほどなるほど。ねえねえねえ、よっぽどツイッターで遊んでる方が楽しいですよね。いやツイッターももう遊び怒られてるじゃないですか、いろんなところ。怒られてる。あ怒られてる。ツイッターで。燃えてる燃えてる。しなさいって言われる。あ言われた言われた。変な紙届いたからね。すごっ。紙届いた。いやそうそうそう、代理人とかいう人からね、なんか紙届いて弁護士なんかなんかして。そう。いや本当のこと言ったから届いたんだよね。そうですね。世の中その本当のこと言ってダメなんですよ。いやまあとカットの話じゃないですか。で、あでも習い事とかもいろいろやってたじゃないですか。あ習い事やってましたよ。はいはい。クモンはもうやらされてましたし、クモン2歳からやってましたね。2歳？ 2 歳4ヶ月。2歳で何やるんですか。2歳でまっすぐ線描くとこからやるんですよ。へえ。でなんかこうまっすぐ線描くラインの外側にこうワニとかがいて、はいはいはい、なんかこう落ちたら食べられちゃうよみたいな。そう。そんな頃から。あ、そうです。それをこうだんだんこう曲線になったりとか、はいはいはい、こう渦巻きになったりとかして、まずこうまあ鉛筆を持つっていう、ねはいはいはい、うん、鉛筆を持つことに対してまあ慣れ親しむっていうのから始めて、だからまあその幼稚園とかでももうねかなり進んでましたね。その他に何やったの？あとはバイオリンでしょ？あ、そうですね、はい。あと体操教室ですよね。うわあ、すごい。そうだからやっぱりそのまあ5歳までにねそのある程度その磨かれると言われているまあことですよね。音感とか、まあ、運動神経とかね、まあ、そういったものは多分まあ母ちゃんがかなりねな調べてくれてやってくれたんだと思うんですけど、まあ、おかげで本当にね、ま、すごいですよね。そういういやグレるなんて全く予想もしてなかった。いや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 だから当時からやっぱこうなんかはめ込み型教育だったんで、もともと性格がその要は箱をぶっ壊すタイプだったんで、そういつこのひょうたんをぶっ壊すかみたいな。あバイオリンね、はいはい、ひょうたんをぶっ壊す、いつこのひょうたんをぶっ壊してやろうかともう心からねもうねこう憎いこう、ねはい、楽器やったんですけども、まあなんだかんだねやっぱやってたことで今本当にね美容外科の先生たちと、まあ、年に1回ハロウィンの時にはバイオリン弾くんですよ、はい、へえ。だからなんか親ってすげえなって思いますよね、はい、なんかやっててよかったなというか、まあいやいやですよ、もう本当引きずるようにやらせて全然練習もしなかったんですけど、まあ、こうやってね弱い30になってまさか出番が来ると思わないですよね。なるほど。いや何があるか分かんないですよね。いやだからそうだからやっぱりそういうねなんかピアノもバイオリンも何でもいいですけど、なんかやっぱねやっといて損はないですし、そんな子供の子なんてどうせねなんかその泡吹いてるぐらいしかやることないんですから、まあなんかその親がねわざわざお金払ってやらせてくれんだったら全部経験しといた方がいいですよ。なるほどなるほど。そうですそうです。ということでですね、今回もですね細井先生にうちの準レギュラー細井先生いや自分のチャンネルよりなんでこんないいこと喋るの。これ森哲先生のチャンネルで本売ってくれないと困っちゃいますよ。そうですね、こんな有益な話をしているの。ちゃんと貼っときますリンク。 ありがとうございます。進めますのでぜひ皆さんぜひ買ってみてください。プレゼントもやっておりますので、はい、よろしくお願いします。また勝手に、ね、出すと怒りますけどもね、ここにまるっとしたね小芭蕉さんがねいらっしゃいますんでね、はい、丸いですね、はい、キャストダイス TV のね名前言わないと怒るからね、から名前言ってくださいよとかね、言って丸人といえばその帯にも丸人が、あそうなんですそうなんですそうです、もうね YouTuber 三昧な、ね、本になってますからねこれね、そう呼び乗りスイカさん、あそれうちの動画で喋ったやつだ呼び乗り匠さんです ね、 そうスイカさんだったりとか、まあ、あとはメンタルドクター指導先生って言ってね、はいはいはい、精神科 YouTuber で、まあ、僕の本当に同志みたいな
な先生ですけども、はい、あの YouTube で精神科の発信されている、先生の、まあ、受験うつですね、モチベーティングとうつに関しての、まあ、コラムだったりとかそういったものも載ってて、うん、まあ、そのなんていうんですかね、もうほんと YouTuber 三昧というか、ね、YouTube 好きな人はこれ非常に面白いんじゃないかなとコラム執筆者の方々のチャンネルもね合わせて見ながら、読んでいただけるとなおのこと面白いのかなと思いますので、ぜひね手に取って本屋さんでねもし見つけたら手に取ってみてください。 Amazon でもすぐ買えます。 Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.